ファイナルファンタジー13実況プレイ実況者は DA エルデダールと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしててください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回はパート61でいただいたコメントですね。3ついきましょう。 DDDXT39 さんからのコメントはスポーツポツです。 FF の世界って何千年後かに現実としてなりそうですよね。これからもダルさんの投稿を楽しみにしてます。中川直樹さん、ラッシュアサルト重複してないですか？ラッシュアサルト重複してるのは理由がありますね。ボーンツウィーンさんからのコメント、視聴歴が長いから更新ペースに慣れてると自負していたんですが、しかし、その上漏れ砕かれました。でもこれがサクサクプレイのダルさんの長所、強みだと思ってますので、頑張って追いつくぞーというコメント、3つ読ませさせていただきました。皆さんコメントありがとうございます。FF の世界は確かに、本当に近未来をなんか想定して作ってるよね。そんな気がするよね。本当に戦争とかが起きて、まあ世界が崩れていって崩壊していって、で、こういうなんか地下都市みたいなのを作るっていうような想定とかしたら、こんな感じのもできそうだし、確かにできそうだし。ね。想像を、イメージを膨らませていくと本当にできそうな気がしますよね。で、ラッシュアサルフット重複はもちろん理由がありますね。まあその理由は気質なんで、もう答えるあれもないかな、必要もないかなと思います。ずっとまあ、13始めるまでは1日2本とか、1本とかだってずっとやってたんでね。で、13始まってから、なおさら更新が早まってるから、ちょっと変な感じします。5本上がってる日とかたまにあったもんね。あまり上げすぎないようにしましょうね。あまり上げすぎない。全然上がりそうですけど、申し訳ない。まあ、動画はいつでも見れるっていうのがいいところだと思うんで。で、このコメント返信の方で読んでもらいたいっていうその裏があってコメントしてる方も、結構この、なんていうのかな。空いてるから、期間が。パート20ぐらいの空きがあるから、コメント返信してる時のも。全然安心してもらって大丈夫なんで、5日とか空くんでね。これも5日前、4日前、5日前のコメントだったりするんで。で、最新のパートだけしかコメント返信しないってわけでもないんで、結構古いやつもしてたりするんで、拾いやすいのが来れば。全然安心してもらって大丈夫なんで、ゆっくり見ていただけたらなと思います。呼んでもらいたいからコメントするとか、裏がある。逆に自分もそこの裏があるからね。読みやすいのをコメント返信で言うよみたいな風に発言してるのも、まさにその自分も裏があってコメント残してもらいたいからですね。まさにあるんで、お互いのその利益がマッチしてると思うんでね。まあ誰しもがやっぱそういうのはあるよね。自分もコメント残してもらいたいし、リスナーさんもできればね、コメント読んでもらえたら嬉しいっていう気持ちもきっとあるだろうし、自分も動画投稿するだけじゃなくて、見る側の時もあるんで、やっぱ、コメント残した時とかね、コメント返信来たらやっぱり嬉しいんで、同じ気持ちなんでね、リスナーさんと。同じ気持ちは共有できてるんで。やっぱなんとなくですけど、わかるんですよね。そういうのも。まあ、お互いのね、裏事情をね、明白にしていく中で、RPG、じゃあ進めていきましょうか。どうやらボス戦ですな。おい、見ろ！様子がおかしい。しびきれトンボで弱ってんのさ。やる気十分らしいな。最後の悪あがきですよ。そう考えれば怖くないです。じゃあやっちゃいましょう。この時点でファルスと戦うんか。これ大丈夫か。めちゃめちゃ強そうじゃねえか。メンツ変えたんですけどね、これミスったかもしれませんね。デシェルとか効かないだ。あ、簡易魔法はまずいな。ウィークとか効かないでしょう。これ邪魔は失敗だったな、完全に。リベンジチャージか。あ、じゃあ、一回行ってみますか。ライブラ。ライブラやってみようぜ。ここは、浮上の言霊？ウィークかかった。ライブラスコープだと一発で OK らしいんで。
あと何で見るっつとか、R1 で見るって言ってたか、これだね。ウィーク能力があります。危険な魔法攻撃をする。魔法攻撃の強化がある。フェイスがある。ウィークによる核属性耐性の劣化が効果的。ウィークか。あ、じゃあ邪魔入れて正解だったんだね。弱点が魔法なんだ。基本弱点なんだ。状態変化耐性。ウィーク以外ほぼだね。ブレイク値が高いのか。ドロップアイテムでテトラティアラなるものがゲットできるらしいね。チェーン耐性は70。耐性70ってことはちょっと高いのかな？多分 100%。100が一番上だと想定したら結構高いよね。なかなか溜まりにくいんだ。ヒットポイントは230万。半端じゃねえな。鬼か。時間かかりそうだな。レベル53。レベルはわかんねえや。とにかく魔法攻撃が効くらしいんで、まあ、溜まったんでこっから行きますか。あ、今エンファイかけようとしてくれてたね。魔法に弱いんだな。ファルシダハーカー。あ、結構溜まるやつですね。ほら、結構溜まってるよね。まああっという間に250まで来て。大丈夫か？大丈夫か？なんか攻撃来そうだけど。大丈夫か？ダメージ1万いってんな。強いな、強いな。あ、あれなんだ。ブレイクすると相手の動きが止まるんだ。これ900いきますね。990いきますね、余裕で。なあ、フェイリア復活を。あー、どうだろう。通常攻撃とどっちが効いてるかな。確認する。あー、いい勝負だけど、多分魔法だな。切れる前にできれば。倒し切りたい。無理だね。来た、インパクトブレイク。一旦耐えるか。耐えつつエンハンスだ。挑戦状。魔法強化してるかな。疫病の反乱。トリニティユニオン行こうか。あれ、あ、そうそうそう、デスペル、デスペル。それを待ってた。素晴らしい。あー、でも誰もエスナ覚え、あ、覚えてるんだね。ヒーラーにすれば。いや、今ヒーラーか。あ、覚えてる覚えてる。そしたらば忍耐の守護者に変更だ。耐えるぞ。何？マジか。ここは召喚獣を出すか。怖いからな。間違った。フェイス状態はまずいな。ダメージ量半端じゃねえ。2000とか。しかも、エンハンスされてた能力たちが一気に消えたぞ。苦情の言霊厄介だな。まだ参る、まだ参る、まだ参る。攻撃いけ。スタンと、OK。さあ行こうか、ドライビングモード。おかわいそうにや、たたんでやれ。さすがに溜まりきらないかな。無理だよね。メガフレア放った時点で300。あ、行くかな、ギリギリ行くかな。ナイスナイス。スプレッドバルサが溜まるね。よく。じゃあこれやっとこう。おかわいそうにや、さっさと溜まれ。ここが狭間だ。ラスト、メガフレア。オッケー、ブレイクした。変なに連れてやる。ここでメガフレア効くんじゃない？いいよ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 。行きましょう。行け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 。6万、いまいちか。さあ勝負だ。みんな帰ってきて。あ、ブレイクできてない。ブレイクできてないよ。こっちも強化できてないからな。違う、欲しいのはデスペルなんだ。オッケーオッケー。スロー効くかね。さすがに無理だろう。いいと思います。ここは攻めましょう。
大丈夫大丈夫、焦らない焦らない、やばいバニラさんがやばい。お、挑発は効くんだね。耐える。次も頼るぜ。間違えた、間違えた、こっちだ、ラッシュアタックか。なんか癖で上に行っちゃうな。なんかでもこれいけそうな、いけそうな匂い。さっきからバニラさんばっか攻撃されてません？一番か弱い子が。もうちょい、もう一回ブレイクしたら勝ちだ。耐えるんだみんな。来た、勝った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 、これは勝った。よーし、勝ちゲー、よーし、勝ったー。あーでも全然ダメでしたね。戦闘時間は大丈夫だったんだけどね、多分戦い方が悪かったのかな。おっさんしかもらえませんでした。ファルシ倒しちゃったね、ファルシダハーカ。終わり？消滅？見ろよ。お礼言ってる。あ、マジね。我ら解き放たれたり、いざ行きてさまよえる邪悪を歌う。さっきみたいな化け物が他にもいるって意味でしょうか。らしいな。どうやらグランパルスのどこか。早速行っちまった。どでかいくせに世話しねえや。あいつらなりに戦ってんのかもな。グランパルスを守るためによ。私たちも戦おう。私たちなりにな。本当にあの獣士さんたちは味方？この先がオルバ橋ですね。うん。どんなところなんだ？小さいけど緑に囲まれた暖かいふるさと。ファルシの周りは一面花畑だったな。それにしちゃ、こりゃ待ってるか。ちゃんと見ておきたいから。何にもない、色のない世界だ。みんな幻か。楽園を止める方法だってまだ道はあるだろう。最後まで確かめましょう。僕たちはそのために来たんだ。自分で決めてたどり着いた。夢でも本当になる？信じましょう。前だけ見てろ。分かってるつーの。さ、どっちかっていうとバニラよりファングさんの方が打ちひしがれてませんかね。なんかそんな気がする。このメンツすっげえ戦いづらかったな。これザコ戦はこの3人強いね。ボス戦になると多分ちょっと違うんじゃないかな。あー、魔法攻撃800いくのか、ソーサラサイン2つつけると。難しいなぁ。メンツはむずいなぁ。まだ使ってないのがスノーとホープくんだよね。
この二人をうまく使用するにはどうするかだよね。ホープ君優秀らしいですけどね。らしいけども。スノーどうやって使うの本当。だってこれファングさんの劣化だよね、どう考えても。ファングさんの劣化どうやって使うのよ。まあ、クリスタルポイント貯めといて後で能力値上がったら使おうか。ブラスターもできるから、まあ、サブだよね、どう考えても。あ、ヒットポイント高いから、耐える用の、一番頭やらせてもいいのか、とは思うが。ファングさんの劣化どうやって使うんだよな。目的地は、あっちか。このさ、テレポの名碑、があるのか、あ、テレポの名碑か、名碑じゃないのか。じゃここに飛んでこれますよってことなんだよね。じゃあまだなのかな。いまいちテレポの製品名碑って使ったことないからわかんないんだよね。ご出発かい。ご出発です。ああ今回のパートありがたかったな。ちゃんとボス戦があったから、まあボス戦のテンポは良くなかったが、やっぱボス戦があるとね動画が締まるからね。助かりますね本当に。こいつに乗れば楽に進めるんじゃねえかな。乗ってくか。おっさんの足腰が心配だもんな。お優しいね、こんにゃろう。ウィル・スミス。にしても面白いな。回転して降りてくんだから。引っ張り上げる、引っ張り下ろすじゃないんだもんね。マジかよ。歩くんじゃねえか。そこまで転がるんだったんだ。寒そう。白銀の世界ですかね。おー、綺麗。色のない世界って言ってたけど、あの、この白銀の世界抜けたら砂漠のように見えたんだけどさ、どうなんだろうな。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。次のパートもよろしくお願いします。